突然ですが、皆さんは自分の夢を映像に残したいと思ったことや、他人の夢を見たいと思ったことはありませんか？ということで、今回のテーマは夢の画像化についてだ。国民的アニメ、ドラえもんの秘密道具では夢を映像化する道具も登場するわ。私も楽しかった夢を映像化して後から楽しんでみたいわ。それは面白そうだな。夢はとても不思議なもので、普段ありえないような状況が起きるのに、夢の中では滅多にこれは夢だと気づくこともありません。さらに、なぜ人は夢を見るのかについても、まだほとんど解明されていない。しかし近年では、目覚ましいスピードで技術が発展していて、少し前までは不可能であったことも実現の可能性が見えてきています。そしてこの夢の画像化についても、まだ完成はしていないが、将来達成される可能性を感じる研究が進んでいるんだ。そこで今回は、夢の画像化につながる脳研究の成果について解説していくわ。それでは解説役のマリサ、お願いするわ。それではここからは、私がメインで解説をしていくぜ。ぜひ、最新の研究について楽しんでいってくれ。それでは始めましょう。ゆっくりしていってね。まず脳と、行動や心の関係について考えていくぜ。人をはじめとする様々な生物は、外界の刺激を感じるときには、脳での情報処理の結果を感覚として受け取っていて、運動などの行動を行おうとするときには、脳からの指令を受け取ることで体を動かしているんだ。例えばケーキを見たときには、脳の視覚野という場所で情報が処理され、私たちはケーキを見たと感じ、手を挙げたいときには、脳の運動野で手を挙げろという指令が出ることで、手が上向きに動くんだ。基本的には人の活動は、すべて脳を経由して行われているということね。つまり脳の活動をすべて解読することができれば、人の心や体の状態を把握できるということになるぜ。イメージはこんな感じだぜ。脳の活動をコンピューターで解析することで、男性に質問をせずとも、ケーキを食べたいと考えていることがわかるのね。これじゃあ、悪いこともできないわね。お前は何をしようとしているんだ。まあそれは置いといて、次に進みましょう。そうだな。確かにすごい技術だけど、実際にそんなことが可能なのかしら？この分野には様々な研究者が挑戦していて、成果も出ているんだぜ。今日はその中からいくつかの成果を紹介していくぜ。現在、脳の活動を読み解くのに使われているのが、ファンクショナル MRI、通称 FMRI だ。MRI って精密検査でよく使われているあれのこと？そうだぜ。MRI は強い磁石と電波を利用することで臓器などの体の内部を画像化する方法だ。これは脳の MRI 画像だぜ。へぇ、初めて見たわ。原理はとても難しいから今回は説明はなしにするぜ。とにかく、体内を画像化する技術だと理解をしておいてくれ。わかったわ。MRI には、人に利用することができる、体を傷つけずに測定ができる、薬剤投与の必要がない、3次元の情報を得ることができる、といった、多くのメリットがあるんだ。確かに、人に使うには手術で切開して脳を観察するわけにはいかないものね。ところで、さっき言っていた FMRI っていうのは、普通の MRI とは何が違うの？ FMRI では、脳内のどの領域が活発に活動しているかを、観察することができるんだぜ。こちらも原理は難しいんだが、簡単に概要だけ説明するぜ。お願いするわ。脳が活発に活動している領域では神経細胞が働くことで、多くの酸素が必要になる。そのため活発に活動している脳領域では、血流量が増えて、酸素と結合しているヘモグロビンの量が増加するんだ。このヘモグロビンの変化を読み取ることで脳の活動領域を調べるのが FMRI なんだ。そんな技術が作られていたなんて知らなかったわ。これで脳の状態を測定することができるのね。実際どんな感じのデータになるのかしら？これがデータの例だぜ。脳の MRI 画像の中で、赤くなっている場所が活発に活動している脳領域になるぜ。それでは実際の研究について解説していくぜ。まずは画像を見た時の脳の活動を、コンピューターに覚えさせるんだ。この画像は何かわかるか？可愛い猫ちゃんだわ。ではこの画像は何だ？これは美味しそうなラーメンだわ。そうだな。こんな感じで、様々な画像を MRI 装置の中で被験者に見てもらい、視覚情報を処理する、視覚野という領域の脳の活動パターンを調べるんだ。これがイメージ図だぜ。このモザイクみたいなグレーの四角は、何を表しているの？これは脳の活動パターンを表しているんだぜ。視覚野をいくつかの領域に分けて、それぞれの領域の活動レベルを、白黒の濃淡で表示しているんだ。そうなのね。猫を見た時とラーメンを見た時で、活動パターンが微妙に違うように見えるわ。そうなんだ。何を見ているかで脳の活動パターンが変わるんだぜ。これを利用することで、脳の活動パターンから被験者が何を見ているかを推定することができるんだ。
例えば、あらかじめ見たのとは少し違う猫の画像を見せた時には、このような脳の活動パターンが得られるんだ。このパターンは上のパターンのどちらに近いかわかるか？ラーメンよりは猫を見た時のパターンに近いわね。その通りだ。こんな感じで、学習させたパターンを参考に今見ている画像を推測することができるんだ。つまり、コンピューターは被験者が猫を見ていることを知らないが、脳の活動パターンから猫を見ているだろうと推測することが可能なんだ。じゃあ理論上は、ありとあらゆるものを見た時の脳の活動パターンを学習させておけば、脳の活動パターンから何を見ているかを当てることができるのね。確かにこれが可能だったらすごい技術だと思うわ。でも実際にこんなにうまくいくのかしら？痛いところをついてくるな。それでは百聞は一見にしかずだ。最新の研究成果を実際に見てみよう。今から紹介するのは日本人研究者である、上谷先生の研究成果だぜ。さっき説明したように、まずは被験者にいろいろな画像を見せて、コンピューターに脳の活動パターンを学習させるんだ。その後被験者には、ここに載せているフクロウの画像を見せたんだ。そしてコンピューターにこの時の脳の活動パターンをもとに、どんな画像を見ているかを答えさせたんだ。それでは今からコンピューターの答えを表示するぜ。どんな結果になるのかしら、楽しみだわ。コンピューターの示した画像はこちらだぜ。思っていたものとはちょっと違うわね。でも、フクロウのいる場所や、なんとなくの雰囲気は確かに似ているわね。それでも脳の活動パターンから、ここまで近いものが作れるのはすごいんじゃないかしら。せっかくだから、もう少し他の結果も見ていこう。じっくり見たい人は一時停止してくれよな。これはハエ。こちらは金魚。さらに白鳥と。最後にポストだぜ。どの画像もある程度推測することができているわね。私的には、白鳥やポストが特に似ていると思うわ。現在の技術ではこれが限界ではあるんだが、質感や雰囲気はかなり惜しいところまで近づいていると思うぜ。確かに、もう少し改良されれば完全な画像が作れそうね。さらに実験はこれだけではなく、次の実験では被験者の心の中を読み取ろうとしたんだ。いよいよ SF 字見てきたわね。某ミレニアム愛の持ち主かしら？この実験では、被験者にはあらかじめ見せておいた画像を頭の中でイメージしてもらい、この時の脳の活動パターンをもとに、AI に画像を作らせたんだ。実際に見ている画像ではなくて、心の中のイメージを読み取るってことね。まずは単純な画像をイメージしてもらった時の結果だぜ。さっきまでの結果とは違ってなんだかぼやけている画像が多いわね。それでも確かに四角、十字、バツの記号がうっすらと見えるわね。次にもう少し複雑な画像をイメージした時の結果だぜ。これに関しては、もはやわけがわからないわね。そうなんだ。このように単純な画像をイメージした時にはなんとか画像化できているんだが、複雑なものはまだイメージを元に画像化するのは難しそうだな。それでも大まかなイメージは少しだけ感じることができるわね。このあたりは、まだまだ改善の余地がありそうね。それでもすごい技術には変わりないぜ。ここまでで紹介したのは、2019年時点での成果になるぜ。この脳の活動パターンを用いた視覚の画像化は、実はもう少し前から研究が行われていたんだ。上谷先生は、2013年には夢の画像化に取り組んでいたんだぜ。ここでやっと夢の話が出てくるのね。でも、2013年って約10年前じゃない。ということは10年前には夢を画像化できていたってこと？霊夢、それは少し気が早いんだぜ。この頃行われた実験では、まだそこまでは達成されていないんだ。そうなの？まあ、実験内容を解説しながら、詳細について話していくぜ。2013年の実験でも、被験者にあらかじめ様々な画像を見てもらい、画像と脳の活動パターンをコンピューターに学習させておいたんだ。そして今回は夢の内容を調べるために、被験者には MRI の中で眠ってもらったんだ。MRI 装置の中で眠るの？すごい寝心地が悪そうだわ。MRI を使わないと脳の活動を測れないからしょうがないんだぜ。MRI での測定と同時に脳波を測定することで、夢を見ているタイミングを割り出し、夢を見たタイミングで被験者を起こして、夢の内容を聞き出したんだ。この方法で一人の被験者あたり、だいたい200回分の夢の情報を得たんだ。200回も。これは実験者と被験者、どちらも大変だったでしょうね。そうだろうな。それでどんな結果が得られたのかしら？この実験では画像化は難しいことから、コンピューターには夢の内容をざっくりと推定させたんだ。具体的には夢に登場しているものの種類を、男性、女性、建物、車、食べ物、文字などの約20個のカテゴリーから、コンピューターに推測させたんだ。例えば巨大化して怪物と戦う夢を見ていた場合には、怪物を表す動物と、ビルを表す建物が夢に現れていることが分かれば成功となる。
そして睡眠中の脳の活動パターンを読み取った結果、被験者の夢に現れた物体を高い精度で予測することに成功したんだ。すごいわね。解析の精度が良くなれば、本当に夢を映像化することもできるかもしれないわね。その通りだぜ。この成果がもっと発展すれば、夢の映像化ができるようになるかもしれないんだぜ。ただし、MRI 装置内で眠らないといけないがな。それだと安眠できずに、悪夢を見てしまいそうだわ。上谷先生曰く、意外によく眠れるらしいぜ。今日一番の衝撃だわ。少し話が逸れてしまったが、この研究は他にもとても重要な結果をもたらしているんだぜ。どういうこと？今の技術でも夢をなぜ見るのか、そもそも夢とは何かが解明できていないんだ。夢に関する一つの説として、1977年にハーバード大学のホブソンとマッカーリーが提唱した不活合成仮説というものがある。これは、レム睡眠中には感情を司る大脳辺縁系と、視覚を構成する視覚野が活動していて、その時に合成されたイメージこそが夢だという仮説だ。今回、睡眠中における視覚野の活動パターンが、夢と関連していることが分かったということは、不活合成仮説が正しいことの科学的な証明につながるかもしれないんだ。夢そのものの意味も解明されるかもしれないってことなのね。とまあ、今日は夢を画像化できる可能性を秘めた、最新の研究成果について紹介をしたぜ。どれも SF の世界での技術みたいだったわ。改めて、技術の進歩のスピードの凄さを感じることができたわ。そうだな。夢の映像化が可能になるだけではなくて、そう遠くない未来には、私たちが想像もしていない世界が広がっているかもしれないな。まだ見ぬ未来に乾杯。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。